平野氏しと、ジャニー北川氏、そして、振付師から受けた衝撃のエピソードとは大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。日本テレビ系の番組、キング・アンドプスル。で、キング・アンドプスの一員である平野氏耀がが街ブラロケを行いました。 その中でメンバーが彼の言動を当てるコーナー、クイズぶらり平野くんが放送されました。舞台となったのは韓国で、平野は水産市場を訪れ、生きたタコを端に巻きつけて食べる新感覚グルメを体験しました。タコの吸盤が唇に吸い付き、キスマークができたことに平野はニヤニヤしながら、見て、これ、タコに座れすぎてキスマークついたんだけど、 嬉しい、と言いました。さらに、韓国の珍味であるケブルやホタテのバター焼きも味わいました。その後、K-POP カルチャーを体験、として、韓国の芸能人がよく利用する美容室でメンズメイクを施してもらうことになりました。平野はドラマでカラーコンタクトを着用した経験がありますが、俺はいいかな、素顔で挑みたい、とラガを選びました。 さらに、平野は、ごジャニー北川氏の言葉を紹介しました。ジャニーさんも言ってたんです。よ、アクセサリーを身につけて輝くんじゃなくてあなたが輝け、って、と。彼は、かつてジャニーズ事務所のジュニア時代にアクセサリーをつけると本当に怒られたそうで、てめえちょっと来い。アクセサリー、外せ、バカ野郎。ってというエピソードを振付師の先生との間でも思い出しました。 スタッフが長瀬角がよくアクセサリーをつけていると指摘すると、平野は角はジュニア時代からよく怒られてました。ずっと怒られてた、と暴露しました。また、長瀬は前髪の位置を鏡で調整する癖についてもよく叱られていたそうです。放送中、韓国メイクを施された自分を鏡で見た平野は、うわーっつ、と驚きました。 目元の赤いメイクが想像以上に赤かったんだけど、寝不足5日目みたい、とつぶやいていました。この放送について、ネット上のファンからは、平野市用の存在がかっこよすぎて、アクセサリーが邪魔になるのは理解できる、素顔で挑む姿勢の紫輝くん、かっこいい、長瀬くん、そんなに怒られて、たんだね笑い、などの声が寄せられています。